CGN テレビをご覧の皆さん、こんにちは。7月27日月曜日の QT の交わりをします。タイトルは、神の怒りが予告されても最後まで善を行いましょうというテーマで、このところを見ていきます。聖書の箇所は列王記第2、23章の21節から30節です。今日このところは、ヨシア王というね、このイスラエルで最後の王様、良い王様ですね、最後の王様になるんですけれども、この王様がですね、どういう宗教改革をして神様の目の前に良いことを成したかなというところです。一番最後の部分で彼は一体何をして、そしてびっくり、仰天の結末が今日は待っています。一体どのような聖書の物語があるのか、それを共に見ていきましょう。列王記第2、23章、21節から30節。王は民全体に命じて言った。この契約の書に記されている通りに、あなた方の神、主に杉越の生贄を捧げなさい。事実、裁き司たちがイスラエルを裁いた時代からこの方、イスラエルの王たちと、ユダの王たちのどの時代にも、このような杉越の生贄が捧げられたことはなかった。ただ、ヨシア王の第18年に、エルサレムでこの杉越の生贄が主に捧げられただけであった。さらにヨシアは、霊媒、口寄せ、テラフィム、偶像、それにユダの地とエルサレムに見られるすべての忌むべきものも除き去った。これは、祭司ヒルキヤが主の宮で見つけた書物に記されている律法の言葉を実行するためであった。ヨシアのように、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、モーセのすべての律法に従って、主に立ち返った王は、彼の先にはいなかった。彼の後にも彼のようなものは一人も起こらなかった。それにもかかわらず、マナセが主の怒りを引き起こしたあの苛立たしい行いのために、主はユダに向けて燃やされた激しい怒りを鎮めようとはされなかった。主は仰せられた。私がイスラエルを移したと同じように、ユダもまた、私の前から移す。私が選んだこの町エルサレムも、私の名を置く、といったこの宮も、私は退ける。ヨシアのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、それは、ユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。彼の時代に、エジプトの王、パロネコが、アッシリアの王のもとに行こうと、ユーフラテス川の方に登ってきた。そこでヨシア王は彼を迎え撃ちに行ったが、パロネコは彼を見つけてメギドで殺した。ヨシアの家来たちは彼の死体を戦車に乗せ、メギドからエルサレムに運んできて、彼の墓に葬った。この国の民はヨシアの子エホアハズを選んで、彼に油を注ぎ、彼の父に変えて彼を王とした。それでは本文を見ていきましょう。本日のこの本文を見ていくと、このヨシア王が最後に、新たなこの改革を行っていきます。それが21節に書いてあります。こう書いてありますね。王は民全体に命じていた。この契約の書に記されている通りに、あなた方の神、主に杉越の生贄を捧げなさい。と
こう書いてあるんですね。このヨシア王という王様はこの南ユダという国の中でもうかなり一番良い王様じゃないかなというふうに神様に評価された王様です。なぜならばこの人は偶像礼拝を徹底的に排除して、そしていろんなものを本当に神様の命令の通りに直そうとしたからです。一番最後にこの杉越の祭りを回復しようとしたのはとても象徴的なことですね。これは知ってる人は知ってると思いますが、エジプトの国からイスラエルの民が脱出をするとき、そしてそのときに、神様の裁きがその子羊の血を通して通り過ぎていくということを記念として行われるようになったものです。そしてこれは神様が守りなさいと言って、このイスラエルの民にとっては正月のような、この1年の最初に必ず守りなさいよというふうにして守ってきたものなんですね。そしてこれが本当にこの後になるイエス・キリストの犠牲の象徴のようなそのようなものなんですね。このヨシア王様が最後にこの杉越の祭りの回復をしたということは、何か本当にこの神様のこれからの計画を示唆するようなそのような場所でした。そして面白いのは22節23節を見るとこのように書かれています。事実裁き司たちがイスラエルを裁いた時代からこの方イスラエルの王たちとユダの王たちどの時代にもこのような杉越の生贄が捧げられたことはなかった。ただヨシア王の第18年にイスラエルでこの杉越の生贄が主に捧げられただけであった、こう書いてあるんですね。とっても意外なことなんですね。イスラエルの王様今まで、たくさんユダの王様もあったんですけど、この分裂をした後にですね、この本当に神様が守りなさいよと言われた命令を守った王様はこのヨシア王様以外にはいなかったんだということを思うとですね、このイスラエルの人たちっていうのは本当に神様を知っているようで知らない、私たちもですね、知ってるつもりになってクリスチャンになっているようなこともあるんですけれども、やはり毎度毎度この聖書を読み、毎日毎日のキューティーが本当に大切じゃないかなと、こういうことが書いてありますよじゃなくて、どこどこにこう書いてありますとちゃんと示せるような形で本当に私たち聖書を読んでいきたいな、そのように思います。続いて本当にこのヨシア王さんは続けて、いろいろな偶像礼拝をするもの、さまざまなことをですねするものを取り除きます。徹底的にその偶像礼拝、神様を礼拝しないものを取り除いていきます。25節にはこのように書いてあります。ヨシアのように心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてモーセのすべての律法に従って主に立ち返った王は彼の先にはいなかった。彼の後にも彼のようなものは一人も起こらなかった。こんなことが聖書に書かれたら素晴らしいなと私は思いますけれども、このように、神様からある意味、べた褒めをされたこのヨシア王でした。そしたらですね、もう神様が豊かにこの国を豊かに豊かにして、全く変革して祝福のある国にされるかなと思いきや、不思議なことが26節以下に書かれています。ハッピーエンドで終わるのかなと思ったら、必ずしもそうじゃないということです。26節、それにもかかわらず、マナセが主の怒りを引き起こしたあの苛立たしい行いのために、主はユダに向けて燃やされた激しい怒りを鎮めようとはされなかった。とこう書いてあるんですね。このことが一体何なのかということなんです。これは本当に偶像礼拝を強くしたということなんですね。これは何をしたかっていうと、このヨシア王のね、この王様が本当によくしたんですけど、その以前にその本当に占いをする、また子供を犠牲にしてですね、捧げて生贄にしてしまうというようなですね、とんでもない悪い習慣をですね、回復してしまった、それがマナセのこのことなんですね。でこのことはですね、このイスラエルの民が初めこのカナンの国に入る時に、そのカナンの人たちがしていたような悪いことだったんですね。神様、これを根絶させたい、根絶させたい、全部取り除いてしまいたい、偶像礼拝を全て取り除きたいと思って、イスラエルのためにそこを征服するような行いをしていくわけですね。しかし本当にミイラ取りがミイラになるように、まさしくそのようなことをしてしまった。神様が一生懸命イスラエルの民を訓練し、40年間砂漠で訓練し、そしてようやく与えたようなその土地で全く同じことをしていて、神様の国じゃなくてまるで偶像の国になってしまっている、そのことに対して非常に神様が怒っておられた。
ヨシア王は非常に良い政策をしたんですけれども、しかしその怒りはあまりにも大きくて、それを鎮めようとはされなかったということが書いてあるんですね。で、27節、主は仰せられた、私がイスラエルを移したと同じようにユダもまた私の前から移す、私が選んだこの町エルサレムも私の名を置くと言ったこの宮も私は退ける、まあ、そんなものは私はもう受け取りません、形ばかりのものは受け取りませんよということを言っていくんですね。で、28節から29節に書かれると、ついにこのヨシア王さんの最後ということになってくるんですが、このヨシア王さんの最後は、まあ、幸せに終わるかなと思ったんですけれども、まあ、この怒りの一端をかぶってしまったのか、本当に、彼は戦争に行って、このエジプト軍にですね、撃たれてしまうということになってしまいます。このことから見るとですね、私たちはさまざまなことを考えています。あ、神様に一生懸命従ったのに、この仕打ちは何ですかというふうに感じることもあるかと思います。けれどもですね、このヨシア王さんは神様に本当によく褒められた王様です。しかし、この王様でも変えることができなかった罪がそれほどまでにイスラエルのために深かったというふうにも思えることができます。さあ、私たちはこのところからどのような教訓を得ることができるでしょうか。今テロップにも流れたと思いますけれども、私たちが本当に神様の前に悔い改めた、それにもかかわらず何か自分は裁かれているんじゃないか、いや実際にこのヨシアの王様は本当に今まで父親たちがこうしてきたような、さまざまな先代の王たちがしてきた悪い、このことにもかかわらずもう一度自分は悔い改めたはずなのに、どうして神様はそれをですね、うまいことこう自分に良いようにですねしてくださらないのかって、そういうふうにも考えることができますよね。しかし私は思うんですけれども、この神様の約束は続いて変わりません。確かにこれからユダの王国は滅びに向かっていきます。しかしこの王族の血筋を決して絶えさせることはなさいません。そして必ずイエス様まで導かれていく、その歴史が今も残っているわけですね。しかし私たちは本当に蒔いた種は刈り取らなければいけないということもですね、非常に思うわけなんです。私たちも本当にこの生きてはいるんですけれども、イエス様を信じたら一度肉体の死は経験しませんか、とそういうことではありません。やはり私たちはこの成してきた罪に対して責任を負うということがあります。私たちは一度死んで死後に裁きを受けることが定まっているけれども、死を信じる者は救われるというのが私たちの信仰ですよね。ですから私はこう思います。神様は正しく私たちを裁かれる、正しく私たちを裁かれる、主は真実で正しいんだ。ですからこの正しく私たちに裁かれているのを本当に心から信頼して信じるということです。ガラテヤ書の6章の7節から8節にはこのように書いてあります。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りをすることになります。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。ヨシア王は主のもとに帰ったと思います。決して難しいその状況の中にあっても、主を見上げ、そして主に信頼し、主は真実で正しい、あなたにも必ず真実で正しい裁きが行われます。決して自分を責めないで、神様を最後まで信頼して歩んでいきたいと思います。